はい、こんにちはレトスノーノです6月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます学べば学ぶほど、自分が何も知らなかったことに気づく気づけば気づくほど、また学びたくなるこれはアインシュタインの言葉です弊社の受講者様からも似たような言葉をいただいております 最近これまで分からなかったことが分かるようになり楽しくなってきました、まあ、このような、ねえー、メールもいただいております分からないことが分かるようになってくると楽しくなるんですねでそうすると勉強が嫌にならなくなりますでそうすると勉強を続けられるんですね、まあ、このようにいい流れができてくるんですよえ実際卓研に合格するためには理解学習を行う必要があるんですけどもこれも丸暗記じゃなく理解をすることによって あ、そういうことだったのかと新たな発見をして感動して楽しくなるから勉強が続くんですね丸暗記をすれば短期的には20点台後半ぐらいまでは伸びてきますただそれ以上伸ばすことはなかなか難しいんですよしかも楽しいことは全くない辛い状況なんですね丸暗記学習だとだからこそ合格するためにも理解をしながら学習を進めていきましょうそれでは本日の3問に入ります 仮登記は登記の申請に必要な手続き上の条件が具備しない場合に限り仮登記権利者が単独で申請することができるマルか×かという問題です答えはこれ誤りですねで仮登記って何なのかというと登記申請に必要な書類が揃っていない場合だったりとかあと売買予約で飼い主がまだ所有権を得てはいないけれども予約者としての権利を確保する必要がある場合 まあこういった場合に、早い順位番号を確保するため、まあ、順位保全っていうんですけども、そのために行う投機が仮投機なんですね。で、この仮投機には対抗力ってないんですよ。あとで本投機をしたときに仮投機の順位で本投機がされて、対抗力を持つようになるんですね。で、少し分かりづらいなと思った方は、もう完全な投機をするんじゃなくて仮の投機なんだと考えていただければ、とりあえずは大丈夫です。 個別指導では詳しく解説するんですけども、ちょっとこれ詳しく解説すると長くなっちゃいますので、今回はここまでにとどめさせていただきます。まあ、とりあえず、この問題で覚えていただきたい点で言うと、まあ、仮登記であったとしても、売り主と買い主が共同して登記申請しなければいけないんだというところです。今回問題文を見ると、単独で申請することができるとなっています。なので、誤りということになります。で、問いにですね、 宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合 A は案内所の届け出をしなくてもよい丸か罰かという問題です A は案内所の届け出は不要ですね A っていうのは案内所を設置してないですよねこの問題文を見ると案内所を設置しているのは B ですよね なので A は案内所の届け出は不要なので丸だということですね。案内所の届け出が必要なのは案内所を設置する宅建業者です。つまり本問では B のみ案内所の届け出が必要です。案内所を設置していない売り主 A は届け出が不要です。意外と間違いやすい部分なので注意しましょう。で、問い3です。農地を相続した場合、その相続人は農地法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、事態なく 農業委員会にその旨を届け出なければならない、ルか×かという問題です。え答えは、これ○ですね。相続等で農地、再送放牧地に関する権利を取得した場合、3条の許可は不要なんですね。ただし、権利取得後、地帯なくその農地、または再送放牧地のある市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。これ、イメージなんですけれども。 農地を相続する人っていうのは農業をやってた人の配偶者だったりお子さんですよねしたがって農機具とか農業のノウハウこれある程度持っている方が多いんですよそのため農地法の許可まではいらないよって話なんですねそもそもなんで許可を必要としてるかっていうとちゃんと農業ができるかどうかを判断するためにこれ許可制を取ってるんですねで相続で配偶者とかお子様が 農地を引き継ぐっていうのであれば、基本的にはこういった農業をやるやり方とかっていうのは分かってるはずなんですよね。まあ、そういったことを前提としているからこそ許可不要にしてるんですよ。しかし、誰が農地を相続したかっていうのは管理するためにも知りたいから届け出だけはしてくださいねっていうことなんですよね。まあ、これが理解学習なんですよ。単に覚えるんじゃなくて理解すれば簡単なことなんですよね。で今からでも全然理解学習を実践できれば今年の合格もできますんで頑張っていきましょう。 理解学習については短期講座で行ってますので、ぜひ短期講座ご検討ください。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。